城は他の島々とは少々違ったものです。慣れていただけるといいのですが。この村、私もだいぶ長いこと来ていませんでした。近頃は処理すべきことがあまりにも多く、今度機会がありましたらあなたを渡津見島のかつての神社へ連れて行ってあげますね。実は最初、渡津見島の神社は三五宮ではなく他の場所にありました。その場所とは渡津見島の七天神像の近くです。当時渡津見島は幕府ほど将軍を崇拝してはいなかったのですが、少なくとも彼女の存在を認めてはいました。ですがあの人たちが振り落とされ、渡津見島を守護する魔人が斬られたことで、かつての神社は放棄されたのです。その頃より渡津見島と幕府の関係は微妙なものとなり、互いの偏見はより深まっていきました。今回の和平交渉において、私もこの問題を天領奉行ときちんと話し合いするつもりでした。怨嗟というのはいつか必ず解決しなければならないものですので。三五の宮様、本日はどのような要件でここへ？なんだか顔色が以前に比べて良くない気がします。自分をいたわることをお忘れなきよう。あなたは私たちが一番頼りにしているお方ですので。はい、ご安心を。私は大丈夫です。三五の宮様、どうか今一度お考えを。幕府軍とは長くにわたり戦ってきました。このまま和平交渉するなんて納得できません。彼らと和解したら、かつて我々を守護してくださった魔人の死が無駄になってしまいます。おいおい、いい加減にしろって。いつの時代の話をしてるんだ。戦争は終わったんだ。安心した暮らしができればいいじゃないか。それはもちろんわかる。じゃが、はあ、少なくとも主導権はこちらが握るべきじゃ。妥協なんてもってのほか。安心してください。このことは再度考え最善を尽くしますので。よかったです。どうかお願いします。